下野太郎のお店紹介。今回の店はラーメンアタリアです。下野太郎のお店紹介。あ、もう同じ写真か。アタリア、本当にビアニア。昔からね、なんかそういうタイプなんかね。アタリアって言うと、もっとお金もんかなと思って。嘘。場所は、栃木県宇都宮市東谷町116の1です、ね。インターパーク、ここにジョイフルホンダがあるんですけど、そこでマクドナルドのあるところを曲がった先に、はい、こちら行くと、スズメの宮そうです。あとなんだっけ、甘味のある店もありまして、なんつったっけ。あ、ありますね。ちょっと名前出てこないんですけど、はい、いいですね。やっぱり、行けてる人は違うな。あ、すいません。店主さん女性なんで、結構女性、はい、店は綺麗な感じですね。え、男じゃダメなんですか。はい、嘘なんでもないし、なんでもないし。でメニューは、はい、まあこんな感じで、アタリアラーメン、中華そば、かけラーメン、四川ラーメン、かこさまラーメン、特製肉汁餃子っていうのが5個入りと3個入りありまして、メニューたくさんあるわけじゃないですけど。あ、そうですね。結構変わってますね。いいね。ただ他にも、ちょっと映してないメニューはあります。あとここは限定、その日その日で限定が結構イベント的にやってまして、Facebook もやってるんで、そこで確認すると、いろいろ、美味しそうなメニューを。情報とかはあります。かけラーメンってすげーわかるよね。あと、もう一つあった台風、台風トムヤムラーメンっていうと、それが鶏、豚、エビであります。あ、さっきのエビですか。そうですね。結構インパクトあるね。エビポッてやられてね、はい。で、トッピング、専用のトッピングっていうのが150円でありまして、激辛生唐辛子、タイ産の強烈なやつと、パクチーがたくさん。うわ、癖ありそう。生レモン、これが結構女性に人気で。生レモンなんて食えないでしょ。金稼いだんですか。血液なんか入れたら死んじゃいますよ。やべえ。なんか整形症のように。そうですね、このトムヤムラーメンもかなり。で、実際に台風のエビ、トムヤムラーメンですけど、これは標準についてくるパクチーなんで、あ、標準のついてる、追加のトッピングどっさりはもっとすごいみたいです。まあ、あまり私はくしゃるよ、ね、パクチーは好きではないんで、まあ、このぐらいで十分です。もう最初嫌だったんだけど、最近は結構癖になってますね。あれ、ね、組み合わせみたいよ、はい。この状態ではそんなに辛くないですね、うん、食べやすいし、美味しかったです。あ、はい、麺は、丸潤さんっていう、やっぱり下野の方の店ですけど、そこも使ってます。あ、そうなんだ、はい、共有してるの、うん、共有、まあ、そういう麺共有とか供給してるお店ありますよね、はい。で、こちらが特製肉汁です。豚汁共有する、噛んだ途端に肉汁が溢れてきます。噛んだ、こうやってプシャーって飛ぶやつね。あ、そう。多分その手なんだよね、きっと。で、これは最近食べた限定のトムヤム白湯と別皿トッピングっていうやつ。はぁ、そうなんだ、これすげえな。で、こちらがラーメン、かけラーメンです。かけラーメン、イベントであったんです。クリーミーなスープと、ラーメンで、まあ、結局はトッピングは別皿であって、どういうのって何これ。いや、食べた後に入れて食べてください、うん、ライスがあって入れちゃうんですね。そうですね。
うわスープは結構濃厚なんですか。あ、結構濃いですね。気持ち悪くなる。大丈夫ですか。いや、ご飯入れちゃう。それもでレモンに入ると少しさっぱりするかも。はい、生レモン、ママレモンじゃない。あ、はいはいはい、生レモン、ね、うん、いや、なんかそれ見しちゃうなで、ラーメン屋たり屋さん、栃木県宇都宮市東谷町116-1で、電話番号は 080-108-8830 で、営業時間が11時から14時で、売り切れ終了ありです。で、まあ、これはイベント時だったんですけど、イベント時は夜も遅くやってました。で、そのイベントなんですけど、今、まあ、現在もやってまして、こちらですね、9杯のかけらで、9店舗で、1週間交代で、限定のかけラーメンを出してですね。あ、かけラーメンを言ってるわけね、はい、かけらって何で、今が小山の方の中華そば一楽っていうところ、今度の日曜日4月の2日までやってます。あ、そうなんだ。はい、投稿見てるとかなり評判美味しいらしくて。行くの順番これやってるんですか。さすがに向こうまではなかなか行けないですね。なんだよ、てっきり行くもんかと思って、ねえね、期待したよ。来週月曜日からは麺芸、はい、王様のラーメンっていうところで麺芸はい、あるみたいです。だからメニューは牛ホルモンのラーメンらしいです。どういうのかなっていうのはめちゃくちゃ恐ろしい名前だ。で、その後はバラック DM 竹末って言って親鹿沼田ですね。バラック竹末、はい、竹末って結構名前の店ありますね。なんかね、キツレガにある竹末の本店、あそこの系列です、うん、ですよね。のれん分けですよね、多分のれん分けですね、うん、で、今年の春にはキツレガの道の駅、あそこにも新店が出るらしい。あ、そうなんだ。で、その後も3店舗ほどありますので。へえ、これすげえな。どれか行くんでしょ。アタリアのは行きましたけど、他はちょっと行けるかどうか、できれば行きたいとか、うん、これはもう頑張って行ってもらうしかない、はい、はい、宣言してくれましたよ。行くって。いやー、でも栃木はラーメン天国ですね、本当に。そうですね、下手すればもうラーメン極楽ですよね。ラーメン店舗に対しての人口比率でいうとかなり上位の方になるみたいですね、栃木県。ラーメン気違いが多いってことです。違うよ。餃子も宇都宮は餃子もいっぱいあるしね。ねえ、なんか餃子も本当種類がなんか最近多くなってきたからなんだかなっていうね。まあ、この間塩原なんかは何店舗出たんだっけね。2つだけだったっけです。肉が多いのと野菜が多いのっていう。あ、そう、まあそういう感じがいいですよね、うんうん、両方食べてるね。まあ、温泉なんとか餃子とかって暑くてなかなか食えなかったんだけど、まあ、餃子は暑い方がいいですよ。さっきの肉汁たっぷりっても熱々じゃないとね、やけどするぐらいの感じのがいいですよね。唇がすげえやけどしちゃったのってブシャーッと梨汁ブシャーッふなしじゃないんだ。ふなしじゃないっす。はい、ありがとうございます。まあこれは期待ができるあれですね、あのコーナーですね、これは、ね、本当ね。あ、すごい良かったです。ありがとうございます。いや、ちょっと出かけてみたくなりますよね。ね、みんな出かけてみてね。きっといいことがあるよ、きっと、きっと。美味しいって、もう最高よって。では引きますか。はい、まあ、エンディングにそのまま行きましょうか。そうですね、いきなり真っ暗だなって思わないでくださいね。実は真っ暗にしないといけない理由がここにはあるんです。露出は一定じゃないし。真っ暗くなっちゃったよ。真っ暗でやんのすげえ、これ怖い。いいのかよこの状態で。ちょっとまずくね。こんなもんでいいかな。画面消えちゃってますけど。
消えてるわけじゃないですね。白く飛んじゃってます。大丈夫ですね、まあ、こんなところでさよならということで行きましょうか。いいんちゃう。あ、まあ35分ですか、うん、合わせて30分ぐらいですかね、うん、ちょうどいいんじゃないかな。日本立てで、さてお別れの時間がやってきちゃいましたね。寂しいなんて言わないでね。また来週来るからね。待っててね。ボンソワ。いつものようにブラジル・ポルトガル語で。また来週お会いしましょう。チャオ。チャオ。アクアス、アクアス、アクアス、エイト。